それでは最後のテーマに移りたいと思います。最後のテーマは、ちょっと待ってください。よいしょ。最後のテーマ、そうですね。リハビリママ&パパの会の活動について、うん、でもそもそもなんでやろうと思ったんですか？うん、それが、ちょうど3人目の双子を授かった時なんですけど、双子を産んでから私引きこもりになっちゃったんですよ。っていうのもなんか、産後打つっていうよりかは、なんだろう、出れない。私すごくやっぱり外に出たいたちで、なんですけど、ツインズのベビーカーを押すと、買い物カゴが持てないんですよね。なので、買い物に行けないっていう、そこもすごく辛かったですし、なんか、本当になんか、社会から孤立してる。はい、うん。一人目の時はあまり感じなかったんですけど、三人目になって、初めてその、なんか孤独感をすごく感じて、誰かと話したい。はい、うん。なんか世の中が回ってるけど、はい、なんかテレビってこう一方的じゃないですか。はいはい、それ見ててもやっぱりなんか繋がってる感じがしなくて、はい、なんか誰かとこう相互になんか交流したいっていうのが、思って、それでその当時ミクシーっていうね、ネットワークサイトがあって、そこで、無料なので、頑張れ PT ママっていうので、誰かもしかしたら理学療法士でママしてる人いないかなと思って、作ってみたら、意外と集まって、そう、そこが、始まりで、で、そこでみんなのこう、まあ、辛い体験もそうだし、ずっと思ってたんでしょうね。そう、なんか、やっと見つけたみたいな感じで、結構みんな100人ぐらいいっぺんに集まってくれて、で、そこでなんかいろいろと話しながら、まあ、辛い体験、自分はこんな辛い思いしてるよとか、私職場でこんなこと言われたとか言って、もうなんか、本当にもうみんなハンドルネームで話してるから、もうそれ言ってる人も言われると一生忘れないでしょうね。一生忘れない。はい。そういうなんか、こんな悲劇があるんだっていうようなことを、そこでも感じて、で、まあ、その中でこう仲良くなってきたので、オフ会っていうのを、顔リアルで会って何回かやったんですよね。その時に、まあ、そういう活動をこう、1年半とか2年ぐらいで活動を続けてたんですけど、まあ、中でこう、愚痴ってても、なんか環境は変わんないよねって、もっとなんか自分たちがこういう風になったらいいのにっていうのを、なんかアンケートとか取って、リアルにちゃんと伝えていきたいっていうのを、環境変える、うん、環境変えたいって思ってて、だから伝えないと伝わらないっていうのが、思って、それでこうリアルな会として、PT ママの会っていうのを立ち上げて、2008年ですね、そう。で、ずっと、まあ、それから活動を、そこ10年、10年ですもんね。そうなんですよ。そう。それで2年前にリハビリママ&パパの会に名前を変えたんですよ。はい。うん。でも、PT でも OT でも、SD でも入れる。そうですね。そう。なるほど。どうでした？この10年振り返って。そうですね。なんか、私たち。荒木さんと中村さん。そうなんです、そうなんです。はい、はい。で、なんか、私たちが、その子供を、いるってさっき言えないって言ったんですけど、はいはいはい、それって、じゃあ、行けるような環境を作っちゃえばいいじゃないかって思ったんですよ、自分たちで。はい、託児付きで勉強会があれば、はい、ね、子供がいても勉強できるじゃんって。はいはい、そこで。これ自慢なんですけど、結構自慢していいですか、僕は3月の、愛知県の理学療法学会の副大会長なんですけど、これは会議でみんなで話して、次回の、愛知県理学療法士学会の、託児室は全部無料にしました。はい、まあ僕が決めたわけじゃないですけど、ね、学会大会長が、無料なんで。もうコースじゃなくて、もうとにかく、はいはいはい、もうそれだともう無料で全部開放しようって、ぜひ、じゃあぜひぜひ皆さんね、はい、さんお子様連れてね、はい、本当だから、そうやって自分たちで結局そういうふうに勉強できないと思ってたけど、はいはい、じゃあそういう状況を作っちゃえばいいっていうので、はい、もう本当立ち上げが7月ぐらいだったんですけど、はい、秋に勉強会やって、はい、そこでまあ初めてワークライフバランスってテーマで、はい、みんなの働き方とかをちょっとシェアしたりとかして、はい、まあ、そこで20名ぐらいから始まったんですよね、多様なモデルがあるって強いですよね。そうなんですよ、だから別に子供いてバリキャリに行く人は行く人で、別にそれは全然否定することじゃない、ただ普通に子育ても一生懸命楽しくする、でお仕事はパートで理学療法士として、はい、真剣にする、別にそれでも全然問題ないと思うんですよね。そう、なんかフルタイム、初め皆さんフルタイムで働いてるので、はいはい、そこから子供とか生まれて、はい、こう一度ね辞められる方もいるし、はい、そこから復活される方いて、はい、それでパートとかになったとしても、はい、それってこう自分が選んでることじゃないですか、はいはい、なので例えばパートの人はその仕事の時間は確かに短いけど、子供といる時間が長いっていう、はい、そういうのを選択している、はい、うん、で私も結構何度も辞めようと思ったんですね。もうこの、まあ、今23年4年経つんですけど、はいはい、その中で本当何度辞めようと思ったかわからない、
うん、ただやっぱり、なんで辞めなかったんですか。なんで辞めなかったんだろう。なんで辞めなかったんですか。ねえ、でもやっぱりその職場が好きで、私も実習に来た時にその職場に惚れて、今の職場に惚れてしまって、で、いい出会いだったんですね。そうですね、そういう意味ではね、うん、だったので。うん、だからみんな多分そういう思いをして、うん、あの働き続けてると思うんですよね、はい、一度や二度じゃないと思うんですきっと、うんうん、なのでその今の働いてる選択肢は、はい、こう自分が選んだっていうところに、はい、なんか落とし込んでほしいなっていうのはすごく思いますね、うん、なんかね、うん、いろいろなんかちょっとごめんなさい質問も来てますんで、うん、いきましょう、質問の方ですね、はい、井高さんですか。あ、飯高さん、飯高さん、あ、飯高さん、うん、飯高かなこさん、河合さんありがとうございます。最近の妊婦さんにも飯高さんがいるから仕事続けられますと言わ、うん、言われてます。少しはお役に立ててるかな、いや素晴らしいと思います、うん、あのパイオニア大変だったでしょう、あのお疲れ様です、本当に、豊原さん、ミキシーから始まりましたね、なんだか懐かしく感じます、うん、入ってたんだというか、あーね、そう、結構ミクシー時代の人もね、はい、繋がってます、皆さん、うん、小野恵子さん、そうなんです、言葉は残るんです、はい、はい、特にあの女性はもう言われたこと一生忘れないですからね、そう、 そうそうそう、そう、はい、一生言われちゃう、はい、うん、ミクシーを見て、あ、産んでもいいんだって救われたのを思い出します、ああ、うんうんうん、やったからありましたね。うん、ですね。一つの、うん、一つの命が。はい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 。それは。田中真理子さん、イケイケゴーゴー、川西さん。はい。クリアさん、理解者が近くにいることが本当に大事ですね。うん、あのそう思うんですけど、うんうんうん、僕は、例えば僕は理解者じゃないんですよ。うん、あの知識として、出産、経験、うんうん、大変だな、わかるんですよ。うん、知識として、うん。経験してない。あ、だから本当に本当の本当にあんたに何が分かるのって言われたら、うん、何にも分かんないんですよ、一生分かることがないっていう、はい、うん、そういう思いが僕はあって、出産ってどのくらいしんどいんですか、うん、いやだからそういうレベルなんですよ、だから本当にめちゃくちゃ苦しいって言うけど、どんぐらい苦しいのとか、うんうんうん、確かにどんぐらい、どんくらい、よく鼻からスイカとか言いますよね、出ないよ鼻からスイカ、そうだけど、うん、だからすごくちょっとそのせめて言葉で知りたいっていうのが今回、うんうん、そう、でも逆に言うと、うん、女性も男性の気持ちって分かんないんですよ、うん、いろいろ教えましょうか、そうで、はい、あの最近思うのはその、はい、パパママ&パパの会になってから、はい、パパたちも結構苦労してるっていうのが感じてて、これであのママは確かに子育てで大変になると、じゃ あの辞めるっていう選択肢も、はい、私も実際子供双子を授かった時に、はい、ああもしかしたらこの子たちがね、はい、障害を持ってたりとか、はい、子供が体が弱かったら、はい、私仕事辞めなきゃいけないかもしれないなと思ったんですけど、はいはい、男性ってどんなに辛くても辞めるって選択肢が意外とないですよね、うちかみさんだから俺いやまあこれは家庭でいろいろ事情あると思うんで、うん、確かにそうですね、うん、そう、だからなんか男性ってやっぱりその働き頭っていう、はい、やっぱ担ってるし、うん、そういう大黒柱みたいなね、はい、そういう世の中的にあるじゃないですか、はい、だから男性も辛いよなって、うんうんうん、で今最近あのパタハラっていうのもあるらしくて、なんかパパが育児するのを拒むっていう環境が、例えば上司とかに、あの子供が熱出したから帰りますとか言うと、なんでお前が行くんだっていうのを言うのをパタハラっていうんですって。そうだからね、男女共働きで平等にやるんだったら、その辺もね、パパもママもなんかこういう育児しやすい環境にならないと、うん、ダメなのかなっていうのは、うん、そうですか、うん、うちそうですね、男で育休取っても別にええんちゃうかなと思ってます、うん、うちのスタッフはでも、はいはい、ただ結局ただそれも難しくて、うん、じゃあどっちが働いた方が収入多いのっていう話になっちゃうと、また微妙な話なんですよね、そうですよね、いろいろあると思うんですけど、はい、うん、ありがとうございます、また質問いっぱい、うわーいけるかな、はい、もみやさん、自分が子供作ったんだから自分の責任、その子供が熱を出すのも体が悪いのも体が弱いのも自分の責任、うん、自分がとどんどん自分のせいで視野が狭くなっていくループから抜け出せなくなっていきました、うん、あ、大変でしたね、うん、そうなんですよね、なんか自分のせいじゃないかってやっぱ思っちゃうんですよね、子供が熱出してるのとか、そう病気もそうだし、
自分、あ、僕大丈夫、それうちのスタッフに行くんですけど、うん、あのこれ仕事とかでも、あの不可抗力かもしれないけど、うん、自分が対応しなきゃいけないことだよなって、うん、あのそれはお前対応しろ、うん、ただ間違えるなよって、お前は何も悪くないからなって、うん、あのだから、それが心強い、そう、うん、悪くないんですよ、うん、はいはいはい、何も悪くないけど対応しなきゃいけないから、うん、まあしょうがないよな、対応しなきゃいけないからっていう、うんうん、そうですね、そう、なんかね、自分のせいって言われると自分がなんか悪いみたいにみんな思っちゃう、ね、うん、別に違う、悪くないって、うんうん、はい、ベロさん、河合さん、また飲みましょう、飲みましょう飲みましょう、すいません、めっちゃ酔っ払いました、ね、すいません、榊原さんかな、うん、協会指定管理者の講義内容をしっかりと理解できていないのですが、 PT としての知識だけでなく今日のようなお話も聞けるといいですね、うん、うん、人生に深みが出るお話だと思います。うん、ありがとうございます。とんでもない。松陽さん、私が PT、育成校に通っていた20年前は、年齢分かれますね。はい。先生に、女は公立病院に働け、うん、でなければ出産したら働ける場所はないぞと言われてたな。だいぶちょっとそういうと、まだありますね、きっと。まだあるね。なんかどっかの県がやっぱりアンケート取ってると、やっぱり男女のその雇用をするのっていうのをやっぱり男性を選んでしまうっていうのがちょっと出てたりとかもしてるので、ちょっとありますよね、まだね。これは皆さんに言っておきますけど、ジーンはあの男しか来ない。いや、女性もいるんですけど、もうとにかくもう男しか来ない。あの、もう男はもういい。あの、うち、はい、女性募集しております。はい。はい、小坂弥生さんかな、うん、河合さんの活躍してる姿を見てすごく勇気づけられます。自分を責めたり、うん、本当に何度もやめようと思いました。ありがとうございます。パパもママも、いろいろな働く選択肢があって認められる環境があるといいなと思います、うん、ありがたい、はい、あの10年続けてきた形っていうのは、はい、そうですね、いろんな人に希望を与えてらっしゃると思うんですけど、うん、そう、 まさかでもこんなことにここまで続くと思わなくて、自分も、そう、本当に目の前のことをやってきて、自分自身も本当に、あの、綱渡りだったので、ただあの前はワークライフバランスって、はい、自分の中でこう綱渡りの、こうなんかフラフラした感じだったんですけど、はい、今はなんかこうバランスボールに乗ってるような、うん、結構なんか柔軟性のあるもの、そういうバランスなんじゃないかなって、うん、あのなんかあんまりあの堅苦しくトレードオフじゃないですよね、うん、はいはい、こっちが立つからこっちが立たないじゃないですよ、白黒じゃなくて、うんうんうん、今はそのマーブルみたいな、はい、今は例えば育児に力を入れる時期とか、はい、仕事に力を入れる時期とか、はい、そういうなんかね、人生の中でもそう波があっていいのかなっていうのは思うので、うんうん、はい、もう時間がギリギリになってコメントは全部拾っていきたいので、コメントいきます。菊池さん、子供をお風呂に入れてきました、ナイス。佐々木原さん、出産の大変さは理解できないですが、子供がいる立場から女性が働きやすい環境にしたいという気持ちがあります。そうですね、でも男性管理職としてどこまで踏み込んでいいのかいつも待つべきか、聞いてもいいのか、多分、我々の一生の命題になると思います。これはでもぜひ聞いてあげてください、ただ、ね、あの、何を心を開けれるといいですよね、うんうん、はい、桑山さん、関西でのパパママ会よろしくお願いします、はい、あ、そうなんで、ね、3月11日にやろうかなと思ってます、はい、ありがとうございます、はいはい、あ、もう時間ですね、はい、時間ありましたね、ちょっと、次回の予告、あ、ごめんなさい、はい、もうコメント拾えないかもしれないですけど、はい、次回でございますが、そう、12月13日の水曜日、第18回は、私、張本の、一人リハの目チャンネルでございます。リハビリテーション分野における医療保険、介護保険、同時改定の動向と解釈。次回、かなり変わります。すごいです。ね、これのちょっとまあ相対的なちょっとあの地域包括ケアシステムにおける、うん、まあ、ちょっと大まかな話と、そこに付随して一体どういったトレンドになっていくのかっていうことをちょっと皆さんと一緒に、あの、一人でちょっとやっていきたいと思います、うん、はい、うわー、コメント披露最後、中原さん、あ、来ました中原さん、河合さんのように子育て世代の人に理解のある方が職場にいるだけでも違いますね。今の時代は産後うつもママだけでなくパパもあるみたいです、うんうん、そうなんですよ、うん、大切、うんうん、はい、豊原さん、一人コント違う、一人コントじゃない遠藤さん、あっという間でした、ありがとうございました、 ありがとうございます、はいはい、あの、これからもリハのチャンネル、あの、素晴らしい先生をお呼びしたいと思いますが、あの、今日お話聞いてよかったです。あ、本当ですか、ありがとうございます、そう言っていただけて、あの、理解できないんですけど、あの、だからせめて言葉で聞きたいっていう思い、うんうんうん、本当気持ちが嬉しかったです。いやいや、分かんないんですよ、分かんないから、うんうん、せめて、うん、言葉で聞くしかないなっていうのが基本のスタイルなので、うん、あの、ぜひこれからも、うん、ぜひ、あの、パパとママのために、はい、あの、子育てしやすい環境を、はい、はい、あの、はい、ジーンも応援しておりますので、ありがとうございます、はい、それでは、時間ですね、はい、はい、それでは皆さん、どうもご視聴ありがとうございました、また来週。